メルビン・クランツバーグメルビン・クランツバーグは技術史を専門としたアメリカ合衆国の歴史家。クランツバーグは彼が提唱した技術の法則によって知られており、その第一法則は技術は善でも悪でもなく、また中立でもないというものである。ミズーリ州セントルイスに生まれたクランツバーグはアマースト大学を卒業し、ハーバード大学で修士号と博士号を取得した後、 第二次世界大戦中はアメリカ陸軍の一員としてヨーロッパ戦線に従軍した。ドイツ兵捕虜を尋問して、ナチ側の大砲の配置を聞き出した功績によって、ブロンズスターメダルを授与された。クランツバーグはジョージ・パットンの指揮下で捕虜尋問を務めた9人の兵士の中で戦争を生き延びたわずか2人のうちの1人であった。1952年から1971年に、 かけて、ケースウェスタン、リザーブ大学の歴史学教授であり、1972年から1988年に、かけては、ジョージア工科大学のキャラウェイ技術士教授であった。彼は、アメリカ合衆国における技術士学会の創設者の一人であり、長く学術士、テクノロジーカルチャーの編集に当たった。クランツバーグは、 1983年から1984年にかけて技術史学会の会長を務め、学会誌の編集に1959年から1981年まで従事し、その仕事をスミソニアン学術協会のロバート・シー・ポストに引き継いだ。技術史学会は技術史分野の博士論文を準備している。 博士課程の学生を対象としエスタ年額4000ドルの奨学金にクランツバーグの名を冠している。世界中の学生がその対象とされている。クランツバーグは1967年に技術史学会からレオナルド・ダヴィンチメダルを贈られた。ハワード・ P ・シーガルはバージニア・クオータリー・レビューにクランツバーグを検証する有益な略伝を寄稿している。テクノロジーカルチャーには ロバートシーポストによる表伝が2回掲載された。クランツバーグは国際技術主会議の創設にも貢献した。メルヴィン・クランツバーグが提唱した技術の6法則は以下のようなものである。技術は善でもあるでもなく、また中立でもない。発明は必要の母。技術は大きいものや小さいものが一塊になって現れる。技術は 多くの公的課題の主要な要素であり得るが、技術政策の決定には非技術的要因が優越する。すべての歴史は重要であるが、技術史は何よりも重要である。技術は極めて人間的な活動であり、技術史もそうである。クランツバーグの技術史学会会長として講演が、テクノロジーカルチャーに掲載された内容の一部は、1975年に、 公文詞に、省略紹介された。キャロル・ W ・パーセル2世との共変著、テクノロジー・イン・ウエスタン・シビライゼーションは、小林達也の寛役により、1976年に、20世紀の技術と題されて出版された。1994年には、岩波講座現代思想13テクノロジーの思想に、橋本武彦の訳により、コンテクストの中の技術が収録された。 ありがとうございます。